はいどうも皆さんこんにちは、カッタです。今日はプロスピ交流戦が始まったということで、改めて交流戦のコツをおさらいして実際にプレイの方をやっていきたいと思います。コツは1回事前攻略の方で挙げているので、必要部分だけ少し解説して、あとはプレイしながらどういう風に進めているかをお見せする形となるので、まずは事前攻略の方の動画を見ていない方はそちらの方からご覧ください。実際に自分のプレイを見ればどういった時に操作するかなど大体はつかめると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。まずプロスピ交流戦に行く前にトラベラーのランキングの結果はこちらとなります。自分は5000位の自チーム S ランク契約書を取りに行きましたが、無事に取ることができました。そして何エナジーくらいで取れたか、ざっくりというと、このイベント開始時の所持エナジー数が2659で、今現在の所持エナジー数が2059と、イベント期間中に600エナジー減って、さらにこのイベントは1週間ほどあったので、その期間に250エナジー仮に受け取っていたとすると、それは全てランキングに溶けていることとなるので、合計850エナジー程度の消費で自チーム S ランクを取れたこととなります。比較的美味しいランキングだったのではないかと思います。やはりガチャに自チーム確定がある偶数弾で欲しい選手がいる場合は、ガチャよりもランキングの方がエナジー消費が少なく済むので、時間がある方はランキングを走るのが安定なのかなと思いました。続いて交流戦の方に移っていきましょう。まずはグループ分けの方から見ていきましょう。グループ何に所属したのか、多分 S ですね、まあ、一番上には入るのは A、 嘘、今 A、 あーびっくりした、なんか A って文字が見えた気がした。リーグ S ですね。まあとりあえず良かったです。多分一番上のリーグはね、多分全員3500のスピリッツで揃えられないと無理だと思うので、まあ妥当なねグループ配置になりました。ということで交流戦をやっていく前に軽く確認していきましょう。まずはチーム方針の方を、盗塁エンドランは自走者以外での盗塁数を増やし、タイトルの盗塁王を取りやすくするために積極的にしてください。そしてその他の勝手に選手を交代してしまうものは、後半にプレイしたい選手でプレイできなくなるリスクがあるので消極的にしておきましょう。そして操作をたくさんする選手の前には足の速い選手を置いておきましょう。2番の選手を操作する場合は、1番に足の速い選手を置けば自走者で盗塁をさせてから打つということができるので、打撃三冠と盗塁王が大きく近づくので打順は意識していきましょう。自分は2番の柳田選手を操作して、1番の山田選手で盗塁王を取る予定です。プレイする前に確認することとしてはこのくらいです。あとはいつプレイするかだと思うので、実際に自分がプレイしてお伝えしていきます。ということでね、実戦の方をやっていきたいと思います。これを見ればね、タイトルの取り方だとか結構分かってくると思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。そしてね、まあ動画しかご覧になってない方は、自分の顔とかね見たことない方もいると思うんですけど、はじめましてカンタと言います。まあ生放送もね遊びに来てくださればいつも顔出ししてるので、まあぜひね生放送の方も遊びに来てください。ということでね、まあ1試合目の方やっていきますか。でこちらは自分で出番を決定を基本的には選んでください。でまあ、全部タイトルを取る方法ですね、まあ、自分が実際にプレイすることで、まあ、皆さんがねどのタイミングで操作するだとか掴んでもらえればいいと思います。自分はちょっとね順位もタイトルも欲張りたいタイプなので、まあ、とりあえずは、まあ、柳田選手をずっと操作するんですけど、勝ちにもこだわっていきます。まあ、こうやってフォアボール出て、あーめっちゃいい例ですね。いきなり山田選手が一塁ランナーと、これしっかり自分映ってますかね、ちょっと不安なんですけどね。さあでこういう場合は、まあ、いきなりね盗塁の方を仕掛けていきます。で空振りするとね盗塁の成功確率上がるので、あこれはやばい、おおこれで1盗塁ですよ。もう盗塁王が近づきましたね。まあ、こんな感じでやっていきます。で柳田選手をねずっと操作してもらえれば、まあ、結構ね打撃三冠も近づくと思うので、ちょっと集中しますね。あのトラベラーとかと違って争うイベントなので、ホームラン、よーしいいですね、最高ですね。まあこっからね、まあちょいちょい、まあ、容量分かってきたところから若干飛ばしになるかもしれないんですけど、動画的に、まあ、こっからはちょっと自動でいきます。でちょっとピンチの時にね、はい、ワンアウト1、2塁か、ここはねちょっと様子見ます。お満塁、 OK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 、 よしいいねいいね。なるべくね5回の2アウトから交代すると勝利投手ゲットできたりするんで、そこまでに出番操作を取っときたいんですよね。あ最高の形ですね。また柳田選手の操作の時に1塁ランナー山田選手と、今のところ最高の循環ができていますね。ということで早速また盗塁の方させてもらいます。で初球は空振りをさせてもらいます。おい走れ走れ、待って今山田選手だったランナー、遅くないなんか、おーまあいいや、切り替えていきます、切り替えていきます。さあおー嫌な球種投げてきますね。ホームランを打ちたい、なるべく。オッケー、よしこれで2ホーマーですね。まあ、このようにねタイトルも打率、ホームラン、打点とね占領できるように一定の選手を操作していきます。
で、まあ、しばらくは自動でいいか。ちょっと不安、久々でちょっと不安ですね。操作のもうちょい容量よくやった方がいいと思うんですけどね。3倍試合とか、あ、またいい感じですね。また山田選手で盗塁チャンスがあって柳田選手です。さあまた早速盗塁の方させてもらいます。さあ今度こそ決めてくれ。あー、またストレートか。 OK、 2盗塁 OK、 でかいですね。1試合2盗塁してれば盗塁を確実だと思うんでね。あー、打たなくてよかった。今、まあ、ホームラン惜しかったんですけど、ちょっと外角はね、あんま打たない方がいいです。まあ、これ2ストライクだから仕方ない。まあ、いいや、打点なんで OK です。まあ、なるべく真ん中より高い球の直球系を待つっていうね、なるべく内角ですね。それを待つのがベストだと思います。で、まあ、こんな感じで、まあ、この5回が近くなったら、この自動試合の進行はオフにしてください。5回の2アウトからね、絶対変えなきゃいけないんで。あ、でね、この1アウト1塁の時とかは、ゲッツーでその回が終わっちゃう確率があるんで、ここで出番を押します。で、勝ち投手をつけたい投手に交代します。そうすると最多勝だったり、まあ、最優秀中継ぎだったりがずっと取れます。自分はね、まあ、今回はディクソン選手にタイトルをいろいろ取らせようと思うので、ディクソン選手を毎回のようにね、まあ、試合のたびに投入したいと思います。で、まあ、ディクソン選手、ここで操作すればさすがに5回は投げ切ってくれると思うんで、まあ、このワンアウト一塁、まあ、本当はね、2アウトで交代すべきなんですけど、ワンアウト一塁はゲッツーの確率があるので、まあ、これ最高ですね。これ勝ち投手の権利がディクソン選手に行きました。で、あと操作1回ですね。ちょっとあとの操作1回は取っときたい説あるんだけど、まあ、ちょっとね、久々にちょっと自動進行もっと使った方がいいんですけどね、ちょっと不安なんで自分自身ちょっと手動で行かせてもらってます。やばい、まあ、2アウトからねピッチャー操作あんまねメリットないです。仕方ないです、打たれたら。ここはスキップかな、さすがにちょっと危ない。ノーアウト、ワンアウトのピンチの時の操作なら、そのイニングを終えるまで操作できるので、負けそうな時は結構ピッチャー操作はおすすめですね。さあ、ちょっと試合展開が怪しいんで、出番操作をできるだけ取っときたい。うん。いやー、これ迷うな。操作すべきか。まあまあ、勝ち、勝てるでしょう。いや、操作行きましょう。これはどう出るか分かんないですけど、ここでホームラン打てばまあ、勝てると思うんで。ちょっと盗塁先させていただきます、まあ、こんな感じでね皆さんも進めてください、まあ、だいぶ結構ね参考になってるとは思うんですよ。チェンジアップは成功して、 OK、 最悪タイムリー打てば多分勝てるでしょう。うん、 OK、 こんな感じでね、まあ、集中していきます。 OK、 完璧。3ホーマーかなこの試合、まあ、これでまあ勝てなかったらさすがにね割り切るしかないです。もう自動進行してもらって、え、危ない、負けるかと思いましたね。まあこんな感じで1試合目は終わりました。ということでね、ちょっと長くなりすぎてしまうので2試合目だけやって、あと3、4、5試合目はちょっとねこの動画ではスキップして、まあ、最終結果の方に移るといったね動画の流れにしたいと思います。まあ2試合やれば、まあ、同じ選手を操作するんだとか、まあ、そういうことをね結構つかめると思うので、まあ、この試合までしっかりね動画として残したいと思います。で、まあ、またやってきます。自動 でピンチ、まあ、ワンアウト二塁、まあ、ランナー一人なんで、ここちょっとね、初回でいきなり点取られて危ないんですけど、ランナー詰まってたら操作するんですけど、まあ、一人なんで進行します。まあ、しゃあないですね。割り切ります、これは。いやー、ここはちょっと切り替えて操作しますね。負けそうなんで、ワンアウト一三で。いきなり大量点は痛いんでね。結構、交流戦ね、いつも順位が取れないんですよね。タイトルは毎度のように、まあ、取れるんですけど、自操作自分上手いんで、ある程度はね。まあ、他の人と比べれば。まあ、なんですけど、なんか、いつも順位がね、いまいち取れない時が多くて、ちょっとね、今回勝敗にもこだわっていきたいんで、こうやってね、ピッチャーの操作もやっていくんですけど、ここで打たれたら元も子もない。OK、ゲッツ!よし。OK、OK、OK。まあ、あとは、自分のね、自操作のホームランの暴力でいきたいと思います。OK、山田選手出ましたね。またありがたいことに、盗塁の機会なんで、まあ、盗塁をね、固めていきたいと思います。森選手キャッチャーなんで、確率高いでしょう。OK。よし。さあ、あとはホームラン打ちたいですね。できれば先制されてるんで。あー、やらかした。まあまあまあ、こういう時もありますよ。切り替えてきます。うん、おお、なるほど。 OK、 いきます。さあ、ちょっとね打ってかないとやばいですね。あ、そうだ、盗塁忘れた。今回盗塁の機会やたら多いですね。必ず一塁に山田選手がいる気がするけど、これは失敗かな。おお、足速いですね。やっぱり今のストレートを外したようなもんですからね。さあ、まあストレートとか来たらね、あえてタイミング早めてファールにして盗塁の手助けにしてあげるとかもありだと思います。
まあ、盗塁の手助けというかいい球来るまで盗塁を待つみたいなね。でまあ最低限タイムで打てればいいでしょう、うん、あーノーアウト1、3塁は3アウトまで操作できるんでここは出番ですね。ちょっとこの試合怪しい、だいぶ怪しい匂いがする。いやーどうしよう、ここ0点でいきたいマジで。いやーここちょっとスキップでもよかったかな。でもワンチャン、うわーやばい、ちょっと追いつかれるまで自走車しなくてよかった説あるな、まあ、こんな感じでね皆さんも結構いろいろ悩んでもらって、まあ、今打たれてるんですけど、いろいろ悩んでもらってね操作するタイミングは、まあ、基本的に今一定の選手操作で5回2アウトからピッチャー交代っていうのを、まあ、できるだけやってもらうっていった形で、勝ちにこだわりたい方はこうやってねピンチの時に操作みたいなね、そういうのをうまく組み合わせてやってもらえればいいんじゃないかなと。やたら打たれますね、コンピューター強くないですか。さあちょっとやばい、 OK ゲッツ、いやーホーム投げる OK、 よしよしよし、ちょっと待って、いやーあと1回かこれ、積んでる気がするな。できればちょっとね勝ち投手を稼いどきたいんで、うん、いや勝ち越されたか、もうそうしたらちょっとピンチの時に操作するわけにはいかないので、いやー捨てかなこの試合、ちょっとちょっと自動進行でいきます。ちょっと勝ち投手も諦めて、今回はやばい、いやこうなったらマジどうしようもないですからね、まあ切り替えるしかないですよね。あと1人をいつ操作するか、ランナー2人置いて操作したいですね。いやーできれば柳田選手まで回して、あーいやー積んだ臭い、いやもうせっかくだからもう柳田選手操作します。多分負けるんで、まあ、こんな感じでね負けるときもあるんで、まあ自分ね今回とか多分、あでも1回凡退したのか、まあ、それが響いてる感じですかね。まあこうやってまあ負けるときは負けるんで、本当に皆さん安心してください。自分もこのように負けてるんで、ホームランバンバン打てても負け試合は負け試合あるんで、まあしっかりね切り替えていくことが大事です。さあワンチャン勝たないかな。はい、ということでいきなり負けました、すいません。ということでいかがだったでしょうか。まあ、いきなりね負けてしまってすいません。まあ、残りの試合はねやらせていただいたんですけど、まあ、しっかり5試合やってきて、まあ、残りは全て勝つことができました。まあ、4勝1敗スタートですね。あとはビジターですね。まあ、他の方々も自分と、まあ、自走車で試合をするわけなので、まあ、その結果でね勝敗が足されていって、まあ、基本的にね自走車する人が勝つようなゲームなので、まあ、だんだん順位は落ちていくんじゃないかなと思います。ちょっとねこのイベント相性悪いので、しっかりね今後頑張っていきたいと思います。個人成績の方もねちょっとねあのピッチャーの方のね流れが悪くて、後半のあの残りの試合も勝ったんですけど、5回までリードしてる展開が全然なくて、まあ、ディクソン選手をね登板させることができる機会が全然なくてね、まあ、こんな感じになっちゃったんですけど、まあ、ここからねまたタイトルの方はね、まあ、独占できるように、まあ、だんだんね進めていきたいと思います。ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で遊びに来てください。